こんにちは。すごく賑わう今大須で撮っております。ここは娯楽亭といいまして、アイススケートの浅田真央ちゃんの大好きなお店です。で、今から案内します。大須の第二アメ横ビルの真ん前に、おのれそうじゃないんですが、今から私が17年前に、描いたイカの塩素があります。イカの足で塩素を作ってます。美味しくて夫婦、楽しくて夫婦、明日もふうふうと。これ元お好み焼き屋さんの建物だったんですね。もう随分お好み焼き屋さんは廃業しちゃったんですが、なぜかこのロゴだけ残ってるんですね。普通は消しますよね。もう17年前ですが、このようにこのビルの中に全くこのキャラクターとは別物のブティックが入ってます。すごく。なんかこの、不思議な取り合わせが良かったんでしょうかね。なぜか消されてません。これも、おのれ所の、最初の頃の、でっかい作品です。手書きで、一発本番に撮りました。まあ、大須に来たらぜひ、第二アメ横ビル真ん前の夫婦です。不思議です。17年もこの状態です。